はい、戦国武将姫紀行、伊達秀宗公のご婦人で、亀様のお墓がこちらになります。非常に立派でですね、もう間違いなく見落とすようなことがないぐらい、大きなお墓ですね。まあ、伊予宇和島ですね、政宗公のお子さんであった秀宗公がなぜこちらの地に来たかと、まあ、その辺もですね、また別に話してますので合わせてご覧ください。こちらはその菩提寺なんですけども、初代藩主秀宗公は、ここにはお墓はないんですね。で、東閣寺さん、今下の方にあったんですけど、今これから行きますけど、そちらにあるんですが、ご婦人とね、大体ご夫婦で一緒ってことが非常に多いんですけど、あと奥にですね、歴代藩主のお墓というところで、今日訪ねてみました。こちらは宇和島藩主伊達家、墓所と臨済宗なんですね。まあ、和軍十万石でですね、この富田と書いてありますけど、信孝、この方は伊勢の方ですよね。父の友信を弔うために創建と、それが元、正元院と言っていたそうですよね。まあ、その後に、五代藩主が再興して、こちらを整備したということですね。まあ、昭和になってからも、まあ、整備されてはいるんですけども、まあ、今本堂の周辺もねだいぶ綺麗になった感じで、ちょっとだいぶ来てなかったんで、相当前からね、こちらがですね、まあ、一応今お墓を見てるんですが、その奥にですね、なんと秀宗公の次男の宗時公のお墓と、その、周りのですね、ご聖母様とか5代7代9代あと2代のご婦人と、そのお墓がありますね。奥の方はねちょっと見たことないんで、ちょっと見てみたいと思いますね。まあ、ちょっとお墓の前でということでね、墓碑についてはちょっと長く話をあまりしないようにということをしてますので、ちょっとこちらの説明版でということですね。写真は載せておきますので、まあ、チラ見で今手を合わせてきました。はい、宇和島藩主伊達秀宗公、初代藩主ですね、ご婦人の亀様のお墓でした。